すべて真鍮でできているシャーペンがなんと1000円。はい、皆さんこんにちは、こにゃんです。今回は動画の冒頭でもお伝えした通り、フル真鍮ボディで1000円という破格のシャーペンを紹介していきたいと思います。とその前にいくつかご報告がございます。なんと私こはにゃん、この度チャンネル登録者数がありがたいことに400人を突破しました。今この動画を撮影している現在は402人になっていますね。ちなみにチャンネル登録者数が500人を達成しましたら、ライブ配信の方をやらせていただくつもりなので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、1000円で手に入るコスパ最強のシャーペンを紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それではやっていきましょう。コスパ最強、1000円でなんと全てが真鍮でできている、そんなシャーペンはこちらです。ということで、このシャーペンについて詳しく説明していきたいと思います。このシャーペンのいいところ、その1、書き味が最高。このシャーペンは初めて書いた時に、ロットリング600にも負けないんじゃないかと思うほど書き味が最高でした。非常にスラスラと、まるで紙の上を走っているかのように滑らかに書くことができます。書き味を良くする要素だと僕が考えているのは、主にペンの重量ですね。ペンは基本的に重ければ重いほど書き味が良くなる傾向があります。重ければ重い分、重力が働いてスラスラと書くことができるんですね。このシャーペンかなり細長いんですけれども、これで重量は 18g あります。何度も言っているように真鍮でできているので、やはり重さはかなりありますね。書き味の良さを左右させるものといえばもう一つあります。それはペン先のブレですね。ペン先がブレてしまうと、やはり安定した筆記をすることができません。それに伴って書き味というのも損なわれてしまうのです。このシャーペンはペン先が固定されているので、ぐらつきというのは感じません。つまりこのシャーペンには書き味を向上させる要素がかなり詰め込まれているんですよね。そんなシャーペンが1000円で売られているということは本当に素晴らしいと思います。このシャーペンのいいところ2つ目、触り心地。これに関しては好み分かれてくると思うんですけれども、僕はこの触り心地が非常に好みです。では具体的にどのような触り心地かというのを紹介していきます。まずこのシャーペンは真鍮に焼き付け塗装がなされていて、非常にマットな質感に仕上がっています。つまりそういうことなんですけれども、非常にマットな触り心地です。ですがマットな触り心地のペンというのは使っていくごとにどんどんツヤが増していきます。そこも個人的にはまたこのペンのいいところと言いたいですね。マットな触り心地ということで、あまり滑りませんね。ですが使っていくごとにどんどんツヤツヤしていくので、そこで滑ってしまうという可能性は十分にあります。それに関してはもう少し使い込んでからレビューしていきたいなと思っております。このシャーペンのいい点3つ目、デザイン性の高さ。このシャーペンはホワイト、レッド、ブラック、そしてこのグレーの4色展開になっています。見ていただいて分かる通り、どれも非常にかっこいいですよね。金具が全て黒で統一されているというのがデザイン性の高さを物語っています。さらにこのデザイン性の高さで1000円ということも考えてみてください。正直このシャーペン1000円には全く見えません。2000円や3000円はしてもおかしくないデザインかなと思います。1500円でも安いと感じるほどです。このシャーペンの高級感はやはりデザイン性の高さにあるでしょう。本当に1000円とは思いません。ということで、このシャーペンのいい点をかなり紹介してきました。正直1000円でこのクオリティだとすれば、全く悪い点なんて気にならないんですけれども、一応悪い点も紹介していきたいと思います。このシャーペンの悪いと思った点1つ目、本体の細さ。このシャーペンご覧いただいてわかると思うんですけれども、8ミリほどの太さですね。ロットリング600のローレット加工がなされたグリップよりは太いんですけれども、やはりこの細さというのは気になる人は気になります。僕は細軸でも全然大丈夫で、なんなら細軸の方がいいかなと思っているくらいなんですけれども、気になってしまうという人が多いみたいなので動画に入れさせていただきました。ちなみにこのシャーペン、ロポペンケースの真ん中にある通称ズーム707スペースと呼ばれるポケットにも入るほどの細さです。ロポペンケースの真ん中に入れるものに悩んでいるという方にもお勧めできるかなと思います。このシャーペンの悪いと思った点2つ目、塗装が剥がれやすい。確かにこの通り、キャップの部分少し塗装が剥がれていますね。僕は塗装が剥がれていたり傷がついたりしていても、それも使ってきた上での味だと思う人なので、あまり気にならないんですけれども、やはり気になる人は気になってしまうと思います。塗装が剥げるほどに使い込んだ1本というのは、僕は個人的にかなり好きなんですけれども、元が金色の真鍮ということで
やっぱり気になってしまう人は気になってしまうと思います。悪いと思った点はそんなところかなと思います。それではこのシャーペンのまとめです。まず全体的にバランスの良いシャーペンですね。1000円でフルメタルボディっていうこと自体珍しいのに、その素材がなんと真鍮であるということがまず本当にすごいです。さらに非常におしゃれで高級感のあるデザイン、ツヤツヤになっていく経年変化なんてのも楽しむことができます。定価1000円でこのシャーペンを超えるペンはなかなかないと思います。1000円あるという方はネットからでも買いますので、ぜひ買ってみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はヒルベチカのシャーペンについて紹介していきました。正直そこまでこのシャーペンに買った時は期待してなかったんですけれども、今となっては本当に素晴らしいペンだなと思っています。1000円で書きやすさ、書き味の良さ、デザイン性の高さ、高級感など様々な要素求めている方にお勧めできると思います。一本は持っておいて損はないシャーペンだと思います。世界一有意義な1000円になると僕は思っています。ということで今回も最後までわざわざご視聴していただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録高評価の方していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価をしていただけると僕のモチベにつながるので、ぜひよろしくお願いします。またツイッターの方もやっております。概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。ということで本当に最後までご視聴ありがとうございました。またいつかの動画でお会いいたしましょう。さよなら。